ニュースが入ってきました。昨日長崎市で住宅一棟が全焼した火災で、焼け跡で見つかった遺体の身元が判明しました。昨日長崎市晴海台町の無職松永健二さん70歳の2階建ての自宅が全焼しました。大浦署は今日、焼け跡の1階で見つかった焼死体の身元は松永さんの次女で無職の松永めぐみさん36歳と判明したと発表しました。引き続き出火原因を調べています。